日本近畿地方京都府京都市上京区三本木。三本木は京都市上京区の地名。東三本木通り、京都市上京区丸田町上がる三本木は最初、京都御苑南西の敷地内に位置していたが、江戸時代前期、御社の拡大によって町民は、現在の河原町丸田町付近の北西に移住した。南北に走る東三本木通りを挟んで、 鴨川や東山を眺める風光明媚な場所であるため、やがて東山の下河原から芸儀が移り住み、花町として栄えた。その様子は京都名所図絵に描かれている。幕末になると、後に桂小五郎の妻となる幾松などの名義が生まれた。明治に入り、公認の花町として認められたが次第に衰退し、1876年に消滅した。その後、 お茶屋、館の業者らが京都府に最高を訴えたが、有名無実となった。1900年、かつての料亭である吉田屋に、京都法制学校、後の立命館大学が創設された。今は、面影はないが、その歴史を表札に留めている。現在、東三本木通りと西三本木通りを挟む歓声な住宅地となっている。東三本木に、内山洋の書斎である。 三紙水明書が保存されている。ありがとうございます。